はい、こんにちは、116ウィンズです。かねてより噂されていたトレードが今日ついに実現しました。マリナーズは今日ブルワーズとトレードを成立させ、セカンドの名手コルテン・ウォンを獲得。ウォンはカージナルス時代の2019年と2020年に2年連続ゴールドグラブ賞に輝いた実績のある選手で、2020年オフにウォンが FA となった際にもマリナーズ実は獲得を目論んでいたんですが、この時はオーナー側から予算増額の承諾がおりず、ウォン獲得を断念。結局ブルワーズと複数年契約を結んでしまいました。その後マリナーズはセカンドの穴をなかなか埋めることができず、反面逃したウォンはブルワーズで活躍していましたので、なんとももったいないことをしたなぁという感じだったんですが、ディポトさん数年越しの思いがついに実った格好のトレードとなりましたね。ただね、今回のトレード単体で見れば正直微妙かなというのが率直な感想です。ウォンも間違いなくいい選手であるんですが、個人的にはもう少し上のクラスの選手獲得を狙って欲しかったのがトレード最初に見た時の感想。今回はなぜそう考えたのかも含めて、マリナーズとブルワーズのトレードについてお話していきたいなと思います。はい、まずはトレードの全体像を確認してみましょう。マリナーズがブルワーズからコルテン・ウォンと175万ドルの金銭を獲得し、ブルワーズは見返りとしてジェシー・ウィンカーとエイブラハム・トロの2人のメジャーリーガーを獲得。マリナーズはウォンの獲得によって課題であったセカンドのアップグレードに成功し、またウォンとウィンカーの来期年俸の差が175万ドルあるんですが、その分の金銭をブルワーズからもらうことによってペイロールを増額することなく補強できた感じですね。一方でブルワーズはこのオフ年俸削減に動いていまして、すでに先日ハンター・レンフローをエンゼルスに放出していますが、ウォンについてもトレードされるのはほぼ間違いないだろうという状況で、今年は苦しみましたが、昨年までは MLB 屈指の強打者として活躍し、バウンスバックにも期待できそうなウィンカーに加え、まだメジャーで目立った成果は残せていませんが、ウォンの穴を埋める内野手としてあと4年間保有可能なトロも獲得できました。ウォンとの年俸差額分を金銭で埋め合わせていますので、ペイロールの削減にはつながっていないため、もしかしたらウィンカーを再度放出する展開も場合によっては考えられますが、レンフローも出していますので、ウィンカーを外野手として使うこともあり得るかもしれません。まずはマリナーズが獲得したウォンから見ていきますが、ブルワーズが彼の来期のクラブオプションを行使したため、契約は来期1年間年俸1000万ドル。個人的にウォンは守備は上手いけど打撃は平均以下という印象だったんですが、今季は31歳にしてバッティング面でキャリアイヤーとなりまして、134試合でホームラン15本、 WRC プラス116はいずれもキャリア最高。全打席に占めるフォアボールの割合が今季 9.3% となかなかの水準で、それでいて三振は少なめというディポトさんが好きそうなアプローチの持ち主で、また走塁面も指標上は平均以上。下位打線から出塁して上位のフリオやフランス、テオスカー・ヘルナンデスなどにつなぐ役割に期待ができそうですかね。マリナーズは今季アダム・フレイジャーを獲得してセカンドの穴を埋めようとしましたが、フレイジャーが極度のスランプに陥ってしまい、結局今季もまともなセカンドのレギュラーがおらず、セカンドのポジションチームでの WRC プラスがわずかに74。そのチームに今季 WRC プラス116、ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントで 3.1 と、なかなかの数値を叩き出したウォンの加入は間違いなくチームにとってプラスだとは思います。ただ同時にウォンかーという感想も正直あります。ウォンは近年ふくらはぎの怪我でたびたび離脱しており、ここ2年間も全体の2割くらい試合欠場することになっていますし、また守備の名手と言われていますが、今季の UZR-4.7、DRS-1、OAA-9 と指標上はマイナス。もちろんここにはふくらはぎの怪我による影響ですとか、また本人がシフトを敷いていると他の選手の位置を気にしてしまって思うように動けないと話していたように、シフトの影響が多少なりともあったとは思われますが、来季32歳の選手ではありますので過度な期待は禁物かと。この守備のマイナスが単純に怪我の影響だけではなく、加齢に伴う衰えも入っていますと、守備シフトに規制がかかり、よりセカンドの守備が重要になってくる来季はちょっと困るかなと。バッティングは今季キャリアイヤーとなりましたが、年齢からしてこれくらいがおそらく天井だとは思われ、また打者地獄シアトルへの移籍は少なくともこれにプラスに働くこともないでしょう。ウォンの加入によってチームの完成度は上がったと思いますが、ボガーツなどの大物 FA のようにチームのポテンシャルを引き上げるわけではないでしょうから、世界一アストロズを超えようとしているシーズンの動きとしては少し物足りなさがあります。また見返りもここにウィンカーとトロを使うんだなぁと。ウィンカーはチームの主軸として高い期待を受けて3月に獲得しましたが、わずか1年でサラリーダンプ。攻守に制裁を書いていましたので理解はできますが、契約最終年 FMI 最後の年に復活したら、それこそチームのポテンシャルを押し上げるタイプの選手だったと思うので、もったいないなぁと。
まあ、ウィンカーに関しては成績以前にシアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者が先日報じていましたが、普段の準備が足りていないなどでチームからの信頼を失ったという話も出ていたため、クラブハウスのケミストリーも踏まえ放出やむなしという状況だった可能性もありそうですかね。また2021年シーズン途中のグレイブマントレードの中心だったトロも1年半で放出。マイナーで好成績残していましたので、フランスみたいに化けることに期待しましたが、今季はむしろ成長とは逆のシーズンとなってしまいました。年俸調停の資格もゲットし、年俸も上昇局面に入り、ユーティリティやらせるにしてもムーアやハガティとトロ以上の成果を出している選手たちがいる状況では残せないという判断でしょうか。ウィンカーとトロ、チームの来季の構想にはまらない選手でチームにフィットするウォンを獲得したといえば聞こえはいいんですが、2人とも過去のトレードの損切りみたいになってしまったのは残念ですよね。で、このトレード単体ではブルワーズの旨味の方が多そうかなと。打者地獄から抜け出したウィンカーのバウンスバックにかけるのは、彼の実績からして決して悪い賭けだとは思いませんし、復活前提ではありますが、ブルワーズが仮に来季コンテンドできなかった際には、ウォンよりもウィンカーの方が市場で価値を持ちそうな点も良いかなと。これに加えて、あと4年間保有でき、マイナー時代の成績がメジャーで発揮できなくとも、最低限内野のユーティリティとして運用できそうなトロで、中期的な利益も確保した点も抜かりないです。32歳で放出が規定路線だったウォンの見返りとしては十分すぎるのではないでしょうか。ブルワーズがうまくマリナーズが持て余していた戦力をもらってきた印象です。一方でマリナーズについては、この後の動きも含めればトレードの印象が変わってくる可能性があります。オフが始まった当初、ディポトさんは二遊間の大物 FA に手を出す可能性を否定していませんでしたが、Gアスレチックのケン・ローゼンタール記者が最近出した記事の中では、その大物 FA 選手たちの希望額が予想以上に高く断念しつつある状況にある。セカンドのトレードを模索している、それこそコルテン・ウォンの獲得を模索しているとされていました。ディポトさんも先日フリオやカスティーヨなどとの契約延長で長期的なコミットメントがすでに多く、大型契約が必要な選手の獲得は難しそうな発言もしていました。そして実際にマリナーズは今日こうしてウォンを獲得してきたあたり、ローゼンタール記者の情報は正しかったわけです。今年の二遊間の FA 市場はターナーやボガーツなどの大物を除けば全体的に層が薄く、この市場の状況もマリナーズは嫌い、早々にウォンへシフトしたことが伺えます。またブルワーズとのトレードによってマリナーズはペイロールを変えることなくセカンドのアップグレードに成功するとともに、守備に大きな不安を抱えるウィンカーの放出によって外野の両翼及び DH の枠に大幅な空きも生まれました。ブルワーズとのトレード後、マリナーズのジャスティン・ホランダー GM はさらなる野手補強を目指すとしており、その狙いはおそらく外野手でしょう。両翼タイプの外野手であれば FA 市場ではベニン・テイディやハニガーなどがいますが、左の強打者が欲しいところなので、以前から強い興味を示しているとされる吉田正尚選手の獲得戦線に、これは本気で参戦するかもしれませんね。このあたりの動向も含め、今回のトレードがこの後の補強にどう影響してくるかは、今後注目したいポイントです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する話をしていきますので、よければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。